よろしくお願いします。よろしくお願いします。今度ですね、怪談スペシャルという番組を撮りたいと思ってまして、はい、聞いたところによりますと大見さんが結構事故物件にお住まいだったことがある、はい、ということですので、はい、その辺のお話を伺わせていただけたらなと思っております。はい、お願いします。お願いします。じゃあいいですか。はいはい。じゃあまずこれは僕が20歳ぐらいの時に住んだ家の話なんですけど、はい、当時お金もなかったんで、うん、なるべく安い部屋にを探そうと思って不動産屋さん行ったら、うん、渋谷から徒歩5分ぐらいで、で部屋もすごい広いんですけど、家賃が1万5千円っていう、だいぶ安いですね。ねえ、いやちょっとなんかありそうだなとは思ったけど、うん、でも、まあ、条件はすごいいいから、うん、まあ、住んでみようと思って住んだら、はい、夜な夜なラップ音っていうんですか、そのパーンみたいな、はい、すごい聞こえて、我慢して住んでたんですけど、うん、あまりにもすごいから、うん、ちょっと確認しようと思って、うん、不動産屋さんに、うん、この部屋昔なんかありましたよねって聞いたら、うん、実はそうなんですと。事故物件だった。はい、実はお客さんが住んでる部屋は昔縄文時代に縄文土器がねうまく作れなかった職人さんが自殺をした場所なんですと。縄文時代。はい、縄文時代ってあの土器、縄文土器の時代に、はい、に、はい、縄文土器を作る職人さんがいたらしいんですけど、はい、全然うまくできなくて、で悩んで自殺をしてしまったって、その怨念が残ってる部屋なんですって言われて。結構前じゃないですか。はい、その頃はそのアパートマンションですか。はい、ないですよね、その自殺した時には。あ、はい、もちろんないですけど、はい、当時は縦穴式住居があって、はい、そこで自殺したって言われてるけど、はいはい、一説には自殺じゃなくてこれ殺人なんじゃないかっていう説もあって。誰が言ってるんですか、それ。はい、で誰がその当時を語ってるんですか。そう、その代々語り継がれてきて、あ、はい、当時から昔こういうことあったけどとかあって、はい、その今お店が、あ、今というか当時住まれてたところも、はい、その亡くなった、はい、縄文土器の職人さんの怨念が残ってる。だからそのラップ音も、土器をこうこねてうまくできなくて、なんかバーンって割っちゃったみたいな音なんじゃないかっていう。時の音がパンパンって聞こえてた。はい、でもマンション後で建ってるわけですもんね。その部屋はいつから休むんですか、はい、そうすると。もう代々そういう怪奇現象が起こるから、その部屋だけはずっと安いんですって、マンションが建った時点で。建った時点がもう事故物件なんですか。はい、そんな昔のことがあるんですね。そうですね。はい。すみません、番組的にもうちょっと分かりやすいというか、はい、なるほど、はい、あ、じゃあこれすごい結構インパクトがある話というか、はいはいはい、で、まあ、その部屋はちょっと嫌だなと思ったら引っ越したんですけど、そこからの話だ、はいはいはい、でも、まあ、やっぱお金もなかったんで、うん、なるべく安いとこを探そうと思って、うん、六本木の駅のすぐ近くで、うん、それもすごい綺麗なマンションなんですけど、うん、家賃2万円とか。いや、だいぶ安いですね。はい、結構回数も高いんですよ。あ、上の方だ。はい、あ、ここなんかでもありそうだけど、まあいいなと思って住んだら、また夜ラップ音が聞こえるんですよ。怖いっすね。怖いなと思って、うん、もう我慢できなくなって、うん、不動産屋さんにここ何があったんですかって聞いたら、うん、実は昔、うん、白亜紀に、白亜紀、はい、ティラノサウルスが崖から足を踏み外して落ちたっていう事故があったらしくて。事故。はい。白亜紀相当前。そのティラノサウルスの怨念が残ってるらしいんですよ。はい、あ、その高層マンション。はい。はい。でもそれも事故と言われてるけど、はい、実はそいつに恨みを持ってた他の恐竜が崖から突き落としたんじゃないかっていう説もあって。誰が言ってるんですか、それは。その説を。代々語り継がれてるんですよ。でも、すみません、白亜紀って人はいるんでしたっけ。はい、人はいないんですかね。はい、けど、はい、代々、その代々恐竜が、恐竜が引き継いで、はい、それを、はい、何ですか、最初は象形文字とかっていうんですか、人はが、ね、伝えるようになったのは。ああ、代々行く中で途中で人に伝わってる、はい、そうです、そうです、はい、
知りたいですね、動物から人に行ったところの引き継ぎはちょっと気になりますけど、まあでもこれだけこう言い伝えられてるってことはね、はい、そういうのがあったんでしょうね。でもその高層マンションはだいぶ後にできたやつじゃないですか。だいぶ後ですね、はい。いつからそこの部屋は安いんですか。そこはもうずっと安いんですって。気にするんですね、その白亜紀のこと。そのラップ音もティラノサウルスが落ちた時の音なのか、もしくは突き落とされた時のパンって音なのか、まあ、ね、怖いですね、インパクト確かにありますけど。あ、もっとなんかあれかと思ってました。結構最近起こった殺人事件とか自殺の部屋なのかなとかとは思った、そういうのもあったりします。最近、まあ、もうちょっとテレビ的になんかインパクトというか、あ、はいはい、あ、インパクトが、はい、じゃあ僕が住んだところで一番インパクトを感じたのは、あの、その後ですね、うん、ちょっとこう海側のところに住みたいなと思って、豊洲の方のね、はい、マンション、いいところに行くんですね、はい、はい、タワーマンションなんですよ、はい、でめちゃくちゃ安いんですよ、はい、8000円で安いですね、だいぶ、はい、なんかありますね、なんかあるだろうなと思ったけど、はい、まあ、一旦住んでみようと思ったら、はい、やっぱあるんですよね、うん、ラップ音とかがあって、うん、いやもう怖くて、うん、で不動産屋さんに聞いたんですよ、うん、そしたらそこが実は昔、うん、5億年ぐらい前に三葉虫が、三葉虫、はい、あの水辺にね普段住んでる三葉虫が何かのアクシデントですごい高いところにこう放り出されちゃって、あるでしょうね、それで太陽の光で干からびて死んじゃったっていう三葉虫の怨念が残ってるらしいです。三葉虫の怨念がそのマンションに残っている事故があって、でもそんな言い出したら結構全国そんなことだらけになっちゃいますけどね。でもやっぱりそれぐらい怨念が残ってるってことは、はい、うん、これやっぱり事故じゃなくて何かしらの事件で殺されたんじゃないかって言われてますね。その誰が、はい、誰が言ってるんですか。仲間の仲間三葉虫とかがずっと言い伝えてって、言い伝えてって、はい、どうなんですか。そこからその進化の途中でいろんなね、シーラカンスとかにも伝わって、はい、そこから最終的に人間に伝わって、人間がその象形文字とかで伝えてって、そのつなぎもすごい気になりますね。はい、そういう怖い思いをいっぱいしてます、怖いですね、はい、そのラップ音も何か意味あるんですか。だから叩きつけられた音なのか、ペタンっていう音なのか、そうですか、はい、気になるな。ちょっとそのね、そのなんか人、実際に人が刺された事故があったとかっていうところには住んでたりはするんですか、お店さんは。人が死んだとこはないっすね。ああ、ないですか。はい。